こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日はひな祭りにぴったりのミルク寒天ゼリーを作っていきたいと思います。ひな祭りの色といえば緑と白とピンク、それぞれ意味があるのを皆さんご存知ですか？緑は草の色、健康を意味します。白は雪の色、戦場を意味します。ピンクは桃の花の色、魔除けを意味します。そしてひし餅のひし形っていうのも意味があるんですね。心臓の形をしたとも言われてますし、四角を引き伸ばすことで長寿を願うとも言われています。どれも女の子の健康を願ったものです。今日はそんな願いを込めて使う型はじゃーん、こちらです。ラップの型、使い終わったラップがあれば一番なんですけれども、使ってる途中のラップの箱でも大丈夫です。そういった場合はここをグッと折ってこの箱を使います。使い切ったラップがあればここを切ってしまうととても使いやすいです。はい、こんな感じで細長い箱になりました。ラップの箱じゃなくても何か代用できるものがあれば探してみてください。これは22センチサイズのラップなんですけれども、これが今日作る量にはぴったりです。はい、では早速作っていきましょう。はい、まず小鍋に牛乳、寒天、混ぜます。はい、お砂糖も入れて混ぜます。で、火をつけます。混ぜながら沸騰させていきます。寒天は沸騰させないと固まりません。牛乳は沸騰させるとわーって溢れてきちゃうので、そこら辺をちょっと見極めながら加熱していきます。牛乳が沸騰してきたところですぐ火を止めるという感じです。牛乳がもこもこ溢れないように注意してください。はい、沸騰してきました。火を消します。はい、そうしましたら型の準備に入ります。先ほどカットしたラップの芯、そこにこんな感じでちょっと長く大きめにラップを引きます。こんな感じです。はい、まずはイチゴヘタを取ります。そうしましたらビニール袋に入れます。はい、こんな感じでいちごが潰れれば大丈夫です。これを計量カップに入れておきます。はい、そうしましたら次はキウイ、健康を願う緑色、皮を剥いていきます。いちごもキウイも結構熟したものが色も濃くて潰しやすいのでおすすめです。はい、これも同じようにビニール袋に入れていきます。そして潰します。はい、こんな感じです。これも同じように計量カップに移します。はい、こんな感じです。緑とピンクのベースができました。ここにさっきの牛乳缶を入れていきます。ひし餅にするので全部同じ量だととっても綺麗に仕上がります。いちごやキウイの量がちょっと微妙に違うと思うので、これと合わせて同じ量にしていきます。はい、こんな感じでだいたい100ちょっとぐらい入りました。こんな感じでメジャーで計量カップで横で見れるととっても便利です。これは白なのでもう完成です。こちらは緑、ピンク。はい、こんな感じで寒天は常温ですぐ固まってしまうので、いちごやキウイなんかが冷たいと牛乳ミルクゼリーを入れた時点でこうやって結構固まっちゃったりします。こういう場合はレンジで温めてまた溶かしてあげてください。これはいちごが冷たかったのでもうこんな感じで結構固まってきてます。後で加熱して柔らかくします。そしてこれキウイはこんな感じで柔らかいです。キウイは色が出づらいので、もし緑を濃くしたかったらここにちょっと抹茶とかそんなものを入れてもらっても大丈夫です。はい、まず一番下は緑です。で、横にフリフリして均等にいくように流し入れてあげます。これで一回固めます。はい、こんな感じでしっかり固まりました。
これを固めている間にこの作っておいた牛乳缶はもう一緒に固まったりしてます。この場合はレンジで加熱します。はい、こんな感じで1分チンしました。そうすると温かくなってまた寒天が溶けてきます。そしたらこれを上に流し入れます。これまた横にフリ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 、はい、これで固めていきます。はい、白も固まりました。そしたら最後にピンクの寒天ゼリーを流し入れていきます。最後も横にフリ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 して表面を平らにします。冷やし固めていきます。はい、こんな感じでしっかり3層が固まりました。それでは出して切っていきたいと思います。はい、ラップをぐーっと両端を持って引き上げます。そしたらこれをひし形に切っていきます。はい、こんな感じで切れたと思ったらひし形ではなく平行四辺形になってしまいました。平行四辺形、ひし形は4辺の長さが一緒でないといけないので、これはちょっとひし形のつもりで切ってたらなんとなく平行四辺形です。なのでちょっと横を切っちゃいたいと思います。でもこの横はこんな感じであんまり酸素がきれいに出てなかったりするので切っちゃった方がいいですね。あ、これ失敗が成功のもとでいいかもしれないです。平行四辺形に切ってもこの横を切っちゃいます。そして4辺の長さを一緒にするとひし形になります。こんな感じですね。3層じゃないところを横をちょっと切り落としてしまうと、あー、綺麗になりました。そしてこっちも綺麗に4辺が一緒になるように切り落としちゃいましょう。はい、あー、これで綺麗なひし形です。全部切っていきます。なんとかリベンジしました。これ結構カットするのに頭使う感じがしました。なのでひし形は4辺が同じ長さになるというのを意識してぜひうまく切ってください。はい、ということでひし形の寒天ミルクゼリー3層がきれいに作れました。このチャンネルでは娘に伝えたい食卓から健康と笑顔を作るレシピ集をどんどん配信していきます。よかったらチャンネル登録といいねボタンをぜひお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。